肌にのせたリキッドファンデーションファンデーションとは化粧品の一種であり、顔全体に塗り、シミ、そばかす、小じわ、毛穴、ほくろなどを覆い隠して肌の表面を均等に整える役目を持つ製品である。日本商品分類では化粧化の一種として分類されている。西洋での動乱が元祖であり、日本において似たものとして、かつてはおしろいがこの役目を担っていた。 クリームや乳液と同様の油性の機材に日本でいう肌色を補うための顔料を加えた製品が一般的である。紫外線をカットしたり肌の乾燥を抑えたりするための成分が含まれていることもある。顔料の粒子の表面をシリコーンなどの油性成分や海面活性剤でコーティング処理しその後に圧縮して固形にした製品である。通常はスポンジを使って 肌に塗って使用するパウダーファンデーションとも呼ばれる日本の小林厚生が世界で初めて開発した水ありタイプ水を含ませたスポンジに取ると乳化され塗った後に水分が蒸発することによって乾燥して塗膜が残るタイプリキッドタイプに近い使用感を得ることができる水なしタイプスポンジを濡らさずに使用するタイプファンデーション自体に含まれる油性成分はやや少なめであり 薄くつけることができる。ニウェイタイプスポンジを濡らしても濡らさなくても使用できる。季節や使用者の好みで水を使用するかどうか選択できる。粉状の製品で通常はブラシやパフで肌に塗って使う。お白いと使用法は同じである。化粧下地などで肌に油分を与えてから塗る。肌自体の皮脂で肌に密着するように設計された製品もある。ミネラルファンデーションマイカ、酸化チタン。 酸化鉄、酸化塩などを主成分にしたパウダーファンデーション。天然に産出する鉱物のみで作られて油分や添加物を含まないことを売りにしている製品が多い。1970年代にアメリカ合衆国で広まった油性成分がクリーム状の製品でクリームファンデーションと呼ばれる。スポンジで塗る他にも指で直接塗ったりヘラで塗布する製品もある。油性成分が 液状の製品でリキッドファンデーションと呼ばれる。スポンジやブラシで塗る他にも指で直接塗ったりすることがある。肌に吹き付けるスプレータイプの製品もある。顔料の粒子がより多くの油性成分で囲まれているため、ケーキタイプと比べて伸びが良く肌色のカバー効果が高い。耐水性や耐油性にも優れているが、厚塗りになりやすく肌のトラブルを起こしやすい。 油性成分を減らして、水性の機材を用いた製品もある。ありがとうございます。